おっそら勇者。アイドルタイムプリパラタイム2だ。キボチャ覚醒。と、ロゼッツパクトの続きだ。というわけで、ロゼッツパクトの続きいくわ。だいたいオラが見るときは、もう、お眠の時間だから寝ちゃってるんだわね。あと、そう、キャンセルボタン。もしかしたら、キャンセルボタン、ちゃんと動かない人もいると思うから、思いっきり押すんだ。しばらく思いっきり押してると、こんな感じで、ちゃんと動くようになるわ。ちょっとこのゲーム、キャンセルボタンねえのかと思って、ちょっと焦ったわ。キャンセルボタンちゃんと動くようになると、こんな感じで、好きな時に帰れるようになるわ。じゃあまあ、ミニゲーム2種類。ふんす、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 ふんふんふん、ふんす、ふんふんふん、ふん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 
ふすふすふすふふ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 ふ女神だから、いっかってことか。あ、なんかゲットできたよ。うん、何回かやってるとゲットできるっぽいよね。で、もう一個の方がと。間違えちゃった。こっちか。これもこれでまた問題なんだろうね。もやく。もやく。わざわざ空中に。怪獣。ミルク、ミルク、ミルク。あ、5個取ったのに終わらないとは。ミルク、害獣。よし。っていうね。ミニゲーム2個しかないとか、ちょっと、どうなってるんだ。友知ファイルはまだ旅立ってないから、増えてないし。今回本当なんだろう、やれること少なくない？たまごっちとかはもうちょっとなんかできるような気がするんだけど、まあ基本的にあれだよね、あの片手間にやってねってことなんだよね、きっと。これ一日中持ち歩いてないとジュルルのイベントとか発生した時わかんないじゃん。困ったわ。どうしようかな。胸につけとけってことなのか。いや、でもこれ胸につけといたら、いきなり刃物で襲われた時も、ロゼットパクトがあって、命拾いしたぜってできるよね。ないか。まあ、旅立つ頃になったらまた動画を上げようか、どうしようか。ないか。今回は、Nintendo 3DS のプリパラ、目指せびっくり、アイドル星グランプリナンバーワン、びっくり、をやってたら、もうちょっとたまらなくなったから、キボチャちゃんの髪の毛変えてきたわ。まずはこいつでやったら、出てなかった、クライドキッドシューズが出たわ。あとは、ヘッドパーツだけだわね。レッツゴー。そして、よいしょ。ふんわり乙女スカートが出て、変えてみたわ。なんだっけ、トゥインハーフアップに変えてみた。ペコリでござる。そしてよいしょ、出たのがキャラフルバッチワンピバタフライレモンシューズ。ちょっともうここら辺になると持ってないのが出づらいっていうね。よし、そして来たわ。あ、そういえばなんかのプロモのこのドレスやっと使えたわ。アクアマーメイドドレス。っていうか、ミルコレの夜海ドレスだっけ？なんか、あれ使いたいんだけど、なんで読み込めないんだ？ミルコレが読み込めないのか、あれだけ、もう古すぎて、ダメなのか。押しようね。それでも、いやでも、台紙つけてやってもダメだったっぽいし、ミルコレ何個か読み込めないのができちゃってんのかな。まあいいや。まあ、とにかく、出てなかったシリーズの、
Swing judge Chubaret Hirox。 なんだそれ。まあいいか。元気からチップス。元気からとは。よいしょ、よいしょ。そして、ボーラーリブショーツ。オートミストライプレッドワンプ。これはチアコさんの服。チアコさん。よいしょ、よいしょ。そして、バイオレットパンクシューズ。ポップン三角ジョンベース。ポップン三角ジョンベスト。なるほどな。うん。久々にこれ着たわ。よいしょ。髪のプリティケはちょっと持ち歩くのが怖いんだよね。そして今回、多分オラの勧誘による初のプリパラデビューを成し遂げたイケメン JK 風唐揚げ、アパチャソと一緒にライブしてきたんだお。映ってない。自己主張強端なゆうちゃちゃん。よー。なんてこったいだお。で、これ。内緒だお。俺の口からは言えない。俺の口からは言えないんだけど、頭文字だけで言うと、エッチなことだおね。わかるお。へっ。うん、多分おならしちゃったんだおね。わかるお。しょうがないお。で、出たのが、モンスターお化けワンプ。なるほどな。そして、アパチャソ第一形態と、ちょっと間違えて前の友知恵読んじゃった、キボちゃん。出たのが、クレナイのツバサスクロールティ。このクレナイのツバサクロールティ。これで揃ったお。これでなんか、父のところがワシャワシャしてる、エッティなコーデが切れるよ。キューッチ。サンキュー。そしてと、ポップン三角ダウンベスティ。うん、ダブった。ダブってよ。ヒュー。で、まあ、連続買いのコーナーだからな。特に変わらずと。シューティングスターワンピン。最近めっちゃシューティングスター出るんだけど。まあいいか。よいしょ。で、出たのが、スヨンネクタイシャツ&コーデ。シャツカーデ、あ、いいのか。カーデ。カーデガンってやつか。カーデガン。ヒュー。カーテガンだっけ？まあ、いいか。そして出たのが、もうこれどれ持ってるのかわかんないんだけど、そもそもアイグルワンで全部揃ってるからな。もうどうでもいっか、みたいな感じなんだけど、選ぶのなかったから選んだの。フレッシュドレスティームサイレムシューズデンジロス。クズちゃんのやつかな。よし。そして、アパチャソのトーン。てかこれ、コーデチケに、なんだ。焼いてできるかと思ったんだけど、ダメだったわ。うん。サイリウムミラクルパクティルとか、ああいうのでやると、この普通の選べるコーデとは別枠で、印刷すればいいじゃんって出るんだけど、ちょっとこれの100部パーとか全く出ないから、ちょっと欲しかったんだけど、まあ、アイゴワンがあれば、すぐにこれできるからいいんだけどね。そして出たのが、ボルダー・トゥイシャル・サロペット・ワンピ。サロ・ペット。どこにペットがついてるんだろう？これかな？持ちかな？まあいいか。アバチャソ第二形態。そして、ごきげんよう。なるほどな。ひゅー。もうこれ前出たかな？ドリーム・バトル・メモリー違う。ドリーム・ベイビー・モンスター・サイレン・ワンピ。なるほどな。お願いされちゃったよ。いいね。キボチャソ。よお。よし。ごきげんよう、また出ちゃった。で、出たのが、ビューティークリーンボーテ。なるほどな。キボチャソ。こいつはエッチ。ちょっと頭文字しか言えないけど、めっちゃエッチ。うん。とってもヒップホップ。何が？まあいいか。
って出たのが、Was it your cool time here, Oxy? なるほどな。こっちじゃなくて、普通の方が出てほしいんだけど、まあいいか。ね。ダブったけどね。ダブリー。つらた。しかもどっちかっていうと、前半の方が、まだなんか持ってないやつが選べたというのになんかタイミング悪かったよ。ペコリー。パキオか。じゃあ今回は、藤子 F 藤尾ゲームをしながらパキっていくよ。行くよ。藤子 F 藤尾と藤子 F 藤尾と藤子 Freezer 藤尾と藤子ちゃんと。さて、ルールはよくわかってきたかお。じゃあ、藤子 F 藤尾ゲームはあれでおしまいだお。次は、マダガスカルゲーム行くよ。まだ。ガス。キャル。まだ。テス。まだ。タス。ケル。まだ。タス。狩るから諦めるんじゃねえよ。というわけで、チャオ。